こんにちは、ドラゴンアローのビステクソ。どうも皆さん、ドラゴンアローです。ツイッターネットの公開運動よろしくお願いします。ということで本日もユーストベル2024モバイルやっていきたいと思うんですけども、今回は1試合のイベントをこなすだけで獲得することができるアーセナルショータイムの最強ランキング、そして最強育成、無課金ディビジョンマンに到達したドラゴンアローが無課金の視点からも含めてね、紹介していけたらなと思います。まあただね、まあ何よりグーナーの方ですね。グーナーの方、何よりやっぱね、好きな選手選んでください。まあ能力これから紹介していきますけども、これはゲーム上の話なんでね、ジョルジューニョが好きだ、派閥が好きだ、ホワイトが好きだって方はね、その選手を選んでいただければなと思います。そして私ドラゴンアロー、今回の動画作るためにですね、本枠にプラスして2つアカウントを作りまして、ジョルジーニョ、ハバーツ、ホワイト全選手獲得して、実際に育成仕様までやってきました。なのでね、自分は本枠ではホワイトを獲得してメイン仕様動画まで出したんですけども、しっかりジョルジーニョ、ハバーツの特性も理解した上で動画作ってますので、ぜひね参考にしていただければなと思います。では早速最強育成最強ランキングの方入っていきましょう。ではまず第3位ですね。第3位はジョルジーニョでございます。いやジョルジーニョね、いや現実でもめちゃめちゃ素晴らしかった。いやユーロね、ほんとイタリア代表、あれもうジョルジーニョ出しとけばね、最後の試合良かったんじゃないかと思いますけども、いやもう本当にね、イクテとはやっぱこういう IQ 型もう本当にね活躍しにくいからね、まあ 2-0-2-2 ぐらいだと強かったと思うんですけども、今はやっぱスピシュン、フィジカル環境がね戻ってきてしまった感じはあるんでね、やっぱ使いにくいかなと思いますが、それでもね今回のジョルジーニョはスピシュン80近く乗りますし、ではなんならあれか、シャビオロスを使えばこの育成でも80乗りますね。まあだから全然いつものジョルジーニョよりは使えるんじゃないかなと思います。守備系のね能力も全部85以上乗っていまして、パス何よりビジョナリーの持ってますから、パス数値4振りでもね、いやマジ90超えるから全然やれると思います。でドリブル2振りで全部80超えてきて、いやーまあここら辺かな、まあスタミナ99でもいいと思うんですけども、若干スキルとかもね、インターセイドワンパピンクロアシュルとか、まあ若干ね、うん、物足りないかなというのはあると思いますので、ぜひねジョルジーニョ好きな方は獲得していただいていいと思うんですけども、特にアーセナル好きじゃないとかね、グーナではないよという方はジョルジーニョ、まあ起用はね難しいかなと思います。ということで第3位がジョルジーニョでございました。では続いて第2位ですね。第2位はハバーツでございます。まあ正直ね、このハバーツも先ほどのジョルジーニョと同様、まあ廃課金の方とかはね多分スカットには入ってこない選手かなと思うんですけども、無課金美課金の方にとってはね全然ガチスカある選手だと思います。というのも踏まえまして、私ドラゴンアロー無課金ディビジョン1にね到達したという考えのもと聞いてほしいんですけども、やっぱねハバーツって器用貧乏なんですよ。いやゲーム上だね、まあ実際確かに、まあ現実でもそんな感じあるかもしんないけど、もうほんとにハバーツね器用貧乏なんですよ。イクトやと、まあノルクシ見てもらったら分かる通り、パスドリブルもねそこまでめっちゃね高いわけじゃないのよ。まあ高いんだよね。でも全部最低限はあるのよ。スピシュも見てもらったら分かる通り、全部最低限はある。ただね、いつものハバーツと違うのは、その最低限の最低値が高くなった。さらに器用貧乏感の、なんかレベルがアップした感じなんよな。なんか普段の器用貧乏がレベル5ぐらいやつすると、今回のハバーツはレベル8までいったみたいな感じかな。まあそんな感じで、かなりね、普段のハバーツよりも能力の底上げができてるんで、これに、スーパーサブがついたらめちゃめちゃ化けると思います。なんでね、この能力値のこの育成はまあスパサブね前提というわけにはないんですけども、スパサブつけるとめちゃめちゃいいんじゃないかなと思います。というのもドリブル能力値全部80乗ってるんですけども、ここにねスパサブが乗れば全部85ぐらいいくと思いますし、パス能力値もね90近く、決定力もね90近くいくと思います。そしてフィジコンボディコンが高いのよ。ハバーツの特徴、フィジコンボディコンが両方最初から80乗ってます、育成状態だとね。なので大体85ぐらいまでいって、パスも90ぐらいまでいく。そしてスピシュン、多分スピードはね90絶対超えると思うんで、スピシュンもね両方90、85以上いくということで、これはね多分スパサブつけたらねめちゃめちゃ強くなると思うんです。なんでね、ここにダブルタッチつけてあげたりとか、ワンシュー根幹はね最初からあるんで、ここからスルーパスとかもねワンパンもつけてあげて、育成のねスキル追加の方もちゃんとしてあげたら、今回のハバーツでスパサブでめちゃめちゃ化ける能力してるんじゃないかと思います。そしてさらにね、今回のオフェ戦がかなり高いです。今回のハバーツはオフェ戦が高いんで、動き出しもねスパサブでねさらに強化されてめちゃめちゃ強く感じると思いますので、ぜひねスーパーサブつけて無課金美課金の方は使ってみてあげてください。ということで育成こんな感じのハバーツでございました。では第1位発表していきましょう。はい、ということで第1位ですね。第1位はホワイトでございます。いや今回のホワイトはねめちゃめちゃ強いとは思う。見ていきましょう。
今回のホワイトはこんな育成にしました。ぜひね、メイン仕様のね、動画も出したんで、そちらの方もご視聴ください。ホワイトはね、そっちの方が強さ多分実感できると思います。何より今回のホワイトは、明らかに挙動がわかるエッジクロスなんですよ。その時点でね、エッジクロス持ってないね、無課金だったり美課金の方はぜひ使ってみてほしい。まあ自分のね、メイン仕様でも初めて使いましたが、本当に楽しいね。何よりいい人が楽しくなります、あのスキルは。本当にやっぱね、縦回転はね、全部挙動がね、普段は見ない挙動してるからさ、めっちゃ楽しいんよ。では見ていきましょう。こんな感じの育成にしました。パスの能力値、はい、1振るだけでフライパス90いきます。いや、フライパス90のね、エッジクロスはいいよ。ぜひメイン仕様動画見てください。いいよ、マジで。あれ、よかったね。そして、見てくださいよ。このディフェンス能力、91、88。いや、これね、多分後でね、見せると思うんですけども、コスタグルだと、かなりいい勝負するんじゃないかなと思います。そして、ホワイト、なんと、スピシュンが、両方、90、80いくと。いや、えぐいよ、これ。まあね、スピシュン80の瞬発力80の方は、まあ瞬発力が上がるね、シャビアロンソならではのあれなんですけども、自分自身ね、スピシュン90、80のホワイト使ってマジエグかったね。まああのね、動画撮影後も2試合ぐらいやったんですけども、めちゃめちゃ早い、めちゃめちゃ守る。いや、本当にね、アーセナルの守備陣はみんな強いよ。ここにカラフィオリか。もう来たらエグいね。まあそんな感じでね、現実でもホワイトめちゃめちゃ活躍してましたが、イーフトでもめちゃめちゃ強いぜ。スタミナも98までいって、いやマジこれエグいな。フィジコム80まで行くんでね、めちゃめちゃ強いでございますよ。では見ていきましょう。はい、こちらが自分のね、持っているコスタグダの育成とホワイトの今回の育成の比較になります。いや、これめちゃめちゃ良くない？いやね、違いがはっきり出てるんですよ。まずプレイスタイルが攻撃性的サイドバックと守備的サイドバックでございます。いや、ホワイトね、攻撃的全然良かったね。正直自分ね、守備的じゃないと絶対サイドバックはね、フォーバックでは使わないって決めてたんですが、いや、かなり使用感良かったよ。本当にね、守備的、攻撃的、あんまりね、変わんないっていうか、攻撃的の方はね、なんなら良いかな、という風に感じてくるしまうぐらいね、ホワイトの使用感良かったですね。では見ていきましょう。まあ、ボルコンだったり、オフェンス系能力がまちまちかな。まあ、あんまり変わんないですね。で、まあ、フライパスも、まあ、本当に変わんないな。ただ、ここにね、エッジクロスがホワイトついてるんで、まあ、そう考えると、攻撃面はね、ホワイトの方が優秀なんじゃないかなと思います。では見ていきましょう。ここからですね。いや、守備意識はコスタグルタだね、99カンストしてるんで、さすがに、そっちだけど、でもディフェンスセンス以外、あとボールダッシュアグレッシブですか、ディフェンスセンスじゃない、守備意識以外はホワイトの方が上でしょこれね。いや、マジこれホワイトの方が強いでしょ。そしてフィジコンボディコン見ていきますと、まあフィジコンボディコンもね、正直コスタクルターの方が高いな。でもスピード瞬発見てもらったら分かる通り全然変わんないんで、こう見ると俺はだよ、俺は B 固定とか抜きにして能力だけ見たらホワイトの方が使うかなと思います。しかもね、玄関強度が今のバージョンのイークトはですね、ディフェンシブつけれるんで、いや、そう考えると全然ね、僕はホワイトの方が好きかなと思います。まあ他にもね、いろんな育成ありますので、一概にね、どっちの方が強いとは言えないんですけども、僕はこのホワイトの方ね、激推ししております。ということで、この3選手でございました。はい、ということで、いかがだったでしょうか。いや、マジでね、今回のアーセナルショータイムはマジで、ね、ホワイトおすすめですね。本当に強い。だからね、無課金美課金の方一番きついのはディフェンスなんですよ。正直ね、オフェンスってどんな選手でも、まあ自分のね、無課金の星見てもらったらわかると思うんですけども、結局 PS なんですよね。オフェンスは PS。 ただ守備は PS あるけどなんですよね。やっぱね、能力値がね、本当にスピシュン速くないと全然やれないですし、そう考えるとぜひね、無課金美課金の方はホワイトを獲得していただけると、ディビジョン1の道よりね、スカッと強化されるんじゃないかなと思います。ということで、ぜひ皆さんホワイトを獲得して使ってみてください。皆さん、ご視聴ありがとうございました。こんな風にね、リフトを全力で楽しみながら動画投稿をたくさんしていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。で、皆さん、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。